今回の金徳症状の難しさは結構こう続いている字が多いですね。一気に書かないといけないので、うかうかと休んでられませんので、そこが難しいですね。あと文字の大小もすごくあります。大きくなったり小さくなったり、激しく勢いよく書くとことかね、ありますのでね、そういうところのリズムを見ていってください。はい、それではまず徳っていう字はたっぷりつけて大きくゆったりと入っていきます。道はちょっと小さくなりますね。そして目へ続いていきます。そしてちょんとここまで一気にいきたいですね。そして最初の行ちょっといっぱいついて、2行目がちょっと続いたもんで、そのまま墨つけないでいきましたので、こっちの方が活筆が多いですね。そしたらバランスとして楽観で調節するっていうのもありですね。このね、ここでちょっといっぱいつけてバランスを取ります。ちょっとね、これは一気に流れるんで難しいですね。そして大きく、小さく、ぺったんこ、中ぐらい、ぐっと小さくなって、さらに小さくなって、このちょんちょんがこう長く、ね、非常に変化に飛んでますね。潤滑も織り交ぜて書いてみてください。はい。